骨の趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。今回はドラゴンボールです。こちらですね、じゃじゃちゃんと、ギガンティックシリーズ孫悟空スーパーサイジョン4スペシャルカラーバージョンということでね、結構前にね、ギガンティックシリーズで、出ました SS4 の悟空、それのね、スペシャルカラーバージョンというのがね発売されました。それをねご紹介していきますが、なんとじゃじゃじゃんとベジータもあります。はい、2個買いました。こういう感じで、はい、なのでね、2つ、開封したいと思います。結構でかいんですよね。やっぱ悟空の方がでかいね、箱がね。この分箱がでっかい。はい、ということでね、じゃあまずね、この段ボールを出して、箱がどんな感じかね、見ていきましょう。はい、箱の状態まで持ってきました。こちらまず悟空からですね。はい、ドラゴンボール GT 半券シールはこの場所。はい、ていきましょう。はい、いや、いいね。いや、これね、スペシャルカラーじゃないね、通常版はね、俺買いそびれちゃったんだよね。それがね、なんかすっごいプレミアついちゃってね、いや、しくったなと思ったな。でもね、このスペシャルカラーバージョンが出てね、いや、よかったと思ってね。はい、とにかくでかい。手と比べるとね、でかいね。はい、続いてベジータ。はい、ベジータの方も見ていきましょう。半券シールは同じ場所だね。あのね、通常のカラーの方は持ってないんでね、比較はできないんですが、いや、めっちゃいい。ベジータの方がなんかかっこいいな。どうなんだろうな、通常と何どのぐらい色が違うのか、分からないんですけど、これを見る限りこっちのカラーの方がなんかいい気がする。持ってないけどね。いや、かっこいいな、ベジータ似てるしね。じゃあね、早速ね、もう2体ともね、箱から出して実物を見ていきたいと思います。はい、開封し終わりました。まずね、悟空の方から見ていきたいと思います。こうね、道着とかね、結構シャドウとかね吹かれててね、いいですね。で、艶消し感もあって、いや、すごい。とにかくでかいね。40センチぐらいあるんだっけね、これね。いや、すごいね。じゃあちょっとね、裏を見てみたいと思います。前回のね、初期のやつは尻尾ってこの角度だったっけ、もっとこう横に広がってた気がするんだけど、気のせいかな。前の持ってないんでね、何とも比べようがないけどな。いいね。なかなかだね。
いや、いい。尻尾長えな。ではね、続いて、ベジータの方をね、見ていきたいと思います。はい、ベジータの方ですね、まずブーツ、いいね、ブーツよくできてますね。で、パンツですね。筋肉がすごいね、太ももの筋肉が。かっこいいなベジータベジータすげえできてんな、これかっこいいわ、めっちゃかっこいい、これいいね、ベジータすげえかっこいいじゃん。まあ、悟空と比べるとね、全然身長低いんですけどね、これはすっげえかっこいい、ベジータ、何これ、やべえな。ちょっと回転させましょう。ベジータ似てるな、ほんと。まあ、尻尾の角度はね、やっぱ悟空と違いますね。右に向いてる。いいな、ベジータ、これはすごいな、でけえしな、じゃあちょっとね、悟空と並べてね、大きさの比較、してみましょう。はい、並べてみました。見てみましょう、はい、こんな感じ、違うね、背の高さ、リアル、まあ、実際このぐらいの背の違いですけどね、うわかっこいいな、二人並べんと。いやーすげえ、2体並べんと壮観だね。これ2体できたってことは、スーパーサイヤ人4のね、ゴジータ欲しいね。ゴジータ出てくんねえかな、ギガンティックで。いや素晴らしいね、いやーこれはね、買ってもね損はしないと思いますね。よくね、ギガンティックは出来が悪いって、よく聞きますが、スーパーサイヤ人4に関しては全然いいと思いますね。いやーいいわ、かっけー。あ、これもね、プレミアムバンダイ、限定だったかな、なのでね、今もう、買えないと思いますが、まあオークションとかでね、まだ買えると思います。まあそこまで、値上がりはしてないと思います。はい、なのでね、これを見てね、いいなと思ったらね、今のうちに買っとくことをおすすめします。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次のフィギュア手に入り次第、動画でねアップしていきますんで、この機会にぜひチャンネル登録、あとねいいねボタン忘れないで押してください。はい、
では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。